多くの職員に出迎えられたのは、バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手と松山奈未選手、女子シングルスで3大会連続ベスト8となった山口茜選手です。本当に現地の応援、そして熊本からの応援、すべてが私たちのパワーにつながって、今後の結果を残せたかなと思っています。2人で怪我なく楽しんでやっていけたらいいなと思います。一息つく間もなく、今月20日から大会を控えている3選手、すでに次を見据えています。熊本の皆さんにも、明るい話題だったりとか、元気っていうのを届けられるように精一杯やっていけたらなと思っています。